皆さんこんにちは、セマです。イエーイ。先週はボルド地域に行ったことがわかりますね。まあ今のところはもうお世話にいるかもしれませんが、あそこは小さい動画を撮ってそれをアップロードするつもりです。まあ小さい動画という理由は、今の使ってるカメラで 4K の動画を撮ろうと思います。今のところは撮っていますけど4K の動画を撮ってそれを後でアップロードしますが、私と連れていくパソコンがこんな動画が読めません。重いすぎるんですから、今使ってるコンピューターがその動画を読んで編集できますから、お空から帰ったらその動画を編集してアップロードしますか。が、お空にいる時に私の携帯で動画を少し撮ってアップロードします。ここのパソコンでも編集アプリがありますから編集ことができます。それではボルド地域の旅行について話します。いや、私は終末の新幹線で旅行しました。移動しました。パリからボルドまで。その新幹線は TGV と言います。私はファーストクラスで行って、そこに他の2人の同僚に会いました。その同僚は別のところで働いてますから全然知りませんでした。でもすぐに仲良くになりました。じゃあ、到着した時にイザベル・ゲッペクという方に会いました。その方はブック・エンベスという会社のオーナーで、シャトー・グラベル・レンサンスのオーナーもいます。で、その方はみんなをボルドーの中に運転しました。一番最初に行ったところはシャトー・モントゥルンっていうところです。シャトー・モントゥルンはワインの名前で、ところの名前もあります。そこでジャー・フィリップ・サビさんっていう方に会いました。で、その方はワインメーカーですから、みんなにワインの作り方を説明しました。その作り方は1日で3回で聞きました。じゃあ G です。ここからワインの作り方を説明します。長いです。ワンが層になる前にブドウの形であって、9月に収穫されてます。その後でステミングということが行います。ステミングとはブドウを束から離れます。一つ一つこんな風に、そのために機械が存在しています。で、あとは大きな機械でブドウは発砕されてます。発砕といっても、機械がブドウをゆっくり押してジュースが出ます。ジュースが出て皮があんまり壊されていません。はい、こんな風に。そのジュースとブドウの皮がバットの中に入れて、そこはジュースや皮が酒に変更するまで数週間から1ヶ月までその成分がバットに残ります。それはマセラションということです。乳酸発酵っていうことは次のステップです。酒になったジュースがバットから樽に移動させていて、そこでワインが生まれ続きます。11ヶ月か12ヶ月で酒が樽に残っていて、ワインメーカーが時々それぞれの樽のワインを飲んでみます。そういえば樽にも特別なことがあります。
タルで LT、MT か MT プラスが書いています。それはライトトースティード、メディアムトースティードとメディアムトースティードプラスです。タルが作られた時に作った人が中を燃えます。それはトースティードの意味です。その燃えたタルがワインに味をつけます。美味しくなります。ワインが1ヶ月か12ヶ月でタルに残っていた後でブランディが合います。ワインが美味しくなるためにそれぞれのタルのワインが混ぜています。まあ、ワインメーカーがそれぞれ飲んでみて、でその際、あ、このタルとこのタルのワインが混ぜます。混ぜたら美味しくなります。それはワインの作り方です。バットについても一つことを言いたいです。バットは3種類を煮ました。濃厚した時に最初の古いコンクリートバットです。とても古くて作り方は難しいですから、シャトーボテロンのバットは珍しいです。次のはステインレスチールバットがあります。それがシャトーレネサンスで見えました。で最後はまたコンクリートバットですけど、そっちも一番新しいです。シャトーキワンまで運んでいた時に屋根がありませんでした。とても大きいですから空から運んでいました。まあ長かったですけど、みんながそれを面白いだと思ったなら嬉しくなります。流行についてはそれを逆にしたら、美味しい食べ物と美味しいものをたくさん発見できました、うん、最初の1日にはみんなが多分見えましたが、私は動画を撮ってとっても酔っ払っていましたが、本当に美味しかったです。本当に美味しかったです。シャトーキルワンでワインが4つ、いや4つじゃなくて3つ、はい3つを飲んでみました。最初のシャトーキルワンに2014年、外で、セカンドワインというワインを飲んでみて、シャームキワン、2014年の飲んでみて、あとは、晩ご飯の初めて、白いの飲んでて、シャトキワン、1996年を飲んで、あとは、シャトキワン、1981年を飲んで、最後にシャトーキワン1998年を飲んでみました。一番の美味しかったは1981年でした、私にとって。はい、あ、それだけでした。楽しんでいましたなら嬉しいです。はい、ありがとうございます。動画を見てくれてありがとうございます。気に入ったらチャンネル登録や高評価を忘れないでください。また今度。